うわ、燃えながら踊っとる。うわははなんじゃこいつ。はい、どうも皆さんこんばんは。前回のですねクレードイベントで、手に入れましたこちらのクローストライク、見ていきたいなと思うわけなんですけども、まあこれですね、黄昏の武者と同じように、まあ、ちょっと剣を持ってるわけなんですけども、まあ一応白虎ということで、足にもですね、爪がついておりますけども、まあ、とりあえずもう先にちょっとアップグレードしていきましょうかね。じゃあ、レベル2に上げたいなと思います。プラス5、ちょっとよくわかんないんですけど、うわうわ、ちょっと待ってください。これ炎の波とか書いてますね。うわ、武器、金武器ないですね。炎の波みたいな。よかった来ましたね、来ましたね、よかったです、来ました。おお、はい、ということで、レベル3でアンロックもまあ炎の波もできるんですけども、とりあえずですねちょっとない状態でどんな感じか見ていきたいなと思います。はい、ちょっとまあブルドラゴンがいてますけども、まあ走る速さはですね、まあそんなにとりあえずは能力的には良くないんですね。能力的には良くなくて、まあ武器は、この刀だけですね。まあ、何もないですね、とりあえず。あ、ちょっと待ってください、画質上げといた方がいいかもしれないですね。はい、ではレベル3にアップグレードしたいなと思います。来ました、炎の波来ました。まあちょっとまだレベル上げれると思うんですけども、とりあえず見ていきたいと思います。あー、なんじゃこれ、なんかボタンが増えてますね。なんだ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 、行ってみましょう。うおうおう、すげえ、うおなるほど、これはすごいですね。あ、ほんでこれ燃えてる人切ったらちょっとどうなんだ。ああ、これでも結構刀威力強いかもしれないですね。ね、これ刀。わあ。おお、おお、これはなかなかすごいですよ。これはなかなかすごい。これ車にあったらどうなるんですか。あ、車は燃えないんですね。お、すごい、倒れててもできますね。これはすごいですね。
じゃあできるとこまでアップグレードしていきたいなと思います。うお、もう金の、パーツが2ついるということで、そうですね、まあ、せっかくなのでなんか格闘ミッションでもやってみましょうか。あれあれ、これ使われんかったかな。あれこれ無理でしたっけ。あれ使えるはずでしたけどね。あ、無理ですね。ナイトクラブで切っていきたいなと思います。お、ほら、いや、もう燃えてない。あれ、なんで。あれ、この人燃えないですね。あれ、この人燃えてない。あれ、うわ、燃えながら踊ってる。うわなんじゃこいつ。え、強すぎでしょ。そんなことあります。燃えながら踊るってなかなかおもろいですね。なかなか、なかなかこれはあれですよね、びっくりな。あれ、なに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 、このあれ、これはなにこれ。あれ、一回構えるとなんかほんま構えっぱなしですね。おお、強いですね、ほんまこの攻撃は。はい、ということでですね、クロスストライクいかがだったでしょうか。まあこの炎の波、まあ、ちょっと青い炎ですけども、だいぶ面白い効果やったかなと思います。またですね、ちょっとレベル10まで上げるのにすごい素材がいりそうなんですけども、レベル10になりましたら、また動画を上げようと思いますのでよろしくお願いします。どうもご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。